事務局長で参議院議員を務めております神谷総平です。よろしくお願いします。今日ね、日曜日の朝から貴重な時間を使ってこんなにたくさんの方に集まっていただいてありがとうございます。このね、大和西大寺参議院選挙の時に安倍総理が撃たれてしまった非常に因縁のある場所になってしまいまして、地元の皆さんにも本当に悲しい気持ち、悔しい気持ちたくさんあると思います。私も悔しいですね。安倍さんの評価はいろいろありますけれども、私は何度もお話しさせていただきましたから、共通する部分もたくさんあってですね、やはり今黒川さんが話してくれた教育の大切さ、それが分かっておられた政治家だったというふうに思います。参政党夏の参議院選挙、3つの重点政策を訴えました。その一番がやはり教育なんですね。教育、食と健康、そして国を守る、地域を守るということ、今の黒川さんの話聞いてすごく私も勇気をもらいました。なぜかというと、ちゃんと党が訴えたいことを、ね、自分で咀嚼して自分の言葉で自分の経験とつなげてしっかりと話していただいているからです。私ね、黒川さんが参政党を作る前から知ってました。良心塾の取り組み、逆に教えてもらってた側ですね。私も教育だ教育だと偉そうなこと言いながら、結局本当の現場でそういうしんどい子たちのサポートをしているという経験は私はなかったんですね。そういう点では大阪で立候補してくれた油谷さん、彼は大阪の南でそういったサポートされてましたね。それから今参政党のアドバイザーになってくれている加藤修司さん、彼も関東の方を中心に全国でそういったことされてました。黒川さんも大阪でされてました。やはりね、本当にそういうしんどい子たちと向き合ってる人たちの言葉は重いです、重いですね。どうしても私たち、私は政治家昔やってましたからね、理念先行で理想は語るんだけれども、現場を知らなかったり綺麗事で終わってしまう時がある。それは私もすごく反省をしました。本当に黒川さんさらっとおっしゃったけれども、現場で悩みを抱えている子、犯罪を犯してしまった子たちの生の声は我々の想像をはるかに超えています。こんなことが日本で起きているのかと、しかも稀なケースじゃなく至るところで日本中で起きているのかと知った時に、愕然としたことを私は今でも忘れられません。そこを変えていかないといけないですよね。なぜ参政党は多様な教育を日本にということを訴えています。今の教育は偏差値教育ですね、管理教育ですね。よく言うんですけど、これ明治からずっとそうしてるんです。これをできなきゃいけない、この勉強を習得しとかなきゃいけない、確かに大事なんですよ、知識を入れることも。けれどもまだ明治の時は教育直後とかもあって、心の教育あったんですよ。人間としてこういうことは大事にしようねって、なんか教育直後っていうだけで軍国主義だと思っちゃった人はちょっと洗脳入ってますよ。よくよく教育直後の中身を見るべきです。あれはね、別に日本的な価値観を押し付けるということじゃなくて、あまりにも明治の時も明治維新もですね、日本人が西洋化しすぎて、もともとの日本人らしさとか温かさとか倫理観とかそういうのが薄れてるよねということで、明治天皇が危惧されて、そして井上小橋っていう官僚を中心に世界中のあらゆる宗教を調べ、日本の古事記に遡り、ね、日本ってどういう国だったかねと、何を大切にしてたかねっていうことを鑑みつつ、それがまた世界の人たちも偏狂な意見だと映らないようにね、まさに今でいうとこのグローバルスタンダードとしての日本人の価値観、ね、世界に訴えるべき価値観を示そうとして作ったものが教育直後です、ね、偏狂な儒教的なもんじゃないんですよ、ね、日本人しか通じない考え方じゃダメなんです。なぜなら当時は、ね、西洋列強に植民地にされかかってましたから、そんなね偏狂なこと言ったらですね、やっぱりこいつら文明国にできないと言って二等国のままで終わらせられるから、それじゃ困るんで、だからちゃんと世界の人たちに伝わるメッセージとして作ったのが教育勅語ですからね。ね、もう一度もしね
今日私の演説聞いていた方で教育直後に対してネガティブなイメージを持っている人がいたら、もう一回調べてみてください。何が書いてあったのか、どういう経緯で作ったのか、そしてそれがどういう効果を生んだのか。効果があったから GHQ がやってきてすぐに廃止させられたんじゃないんですか、ね、ここなんですよ。来週私東京でシンポジウムやります、ね、東京裁判についてもう一回考えようです。そういうテーマですね。ちょっと分かりにくいかもしれない。東京裁判というものは何か分からないかもしれないから言うと、もうちょっと噛み砕いて言えば、先の大東亜戦争って一体何だったのかと、私たちは何と戦って何に負けて、その結果何をされてどうなったのかを考えようっていう、そういうシンポジウムです。今の黒川さんのお話と関係ないように思う人は多いかもしれない。違うんです。つながってるんです。少なくともこの100年日本人が世界とどう向き合って、ね、そして敗れたんですね。戦争で敗れたことは事実です。その後どうされたのかっていうことを知らなければ、今なぜ日本がこうなっているか、なんで日本人の子供たちの心が病んでいて、ね、不登校だけで25万人ですよ。小中学生自殺するのは高校生まで出て、ま、去年500人ですよ。毎日 1.5 人ぐらい自殺してるの、小中高生が。39歳までの死亡原因の1位は全部自殺ですよ。日本はおかしいですよ、こんなの。ね、これで平和だとかね、これで豊かだって言ってたら、それはお金しか見てないってことですよ。そうだ、全然平和じゃないし、全然心が豊かじゃない。そうだ、ね、だからどんどん子供が減るんですよ。そうだ、ね、150万人去年亡くなって、生まれたのはもう77万人ですよ。この間まで子供が、ね、生まれる数が100万人切ったって騒いでたのが、もう100万人どころか80万人切っちゃったんですよ。これね、ほっといたら必ず日本は行き詰まります。もう見えてますよ、ね、で今のこれまでのですね、これまでの政治のやり方ではもうこのマイナスのトレンドは変えられないっていうことはもう皆さん分かってるでしょ。そんなね、白馬の騎士なんか現れて急に変えてくれたりしませんよ。そんな人は永田町に行ってませんよ。中にはいらっしゃると思います。713人もいるから。けれども仕組みなんですよ、今の政治の仕組みがそれを許さないんです。名前挙げて申し訳ないですけど、自民党や維新の会、公明党、共産党、立憲民主党、そういったところではもうできないんですよ。そうだ、ね、だって一番新しい維新の会だってもう十何年やってるんでしょ。変わらないじゃないですか。彼ら大阪であれだけの権限握ったんでしょ。大阪だったら好きなことできるじゃないですか。大阪の教育は良くなりましたか。関西にそれが波及してますか。してない、してないんですよ。ね、いいこと言ってみんなは期待したけれども、けれども10年だったらもう結果出てますから、ある程度ね。これはブーメランですよ。参政党だってもし力を持って10年で何もできなかったら、今の言葉はまたねもう録画されてますから、切り取られてブーメランで僕に突き刺さるわけです。僕たちにね、現実を見た時に変わらないんですよ、今の仕組みでは。だからもう一回みんなで仕組みから考えて、教育、まず教育ですね、しっかり変えていきましょう。お金よりも教育です、ね、江戸時代の人なんか分かってたじゃないですか。藩が貧しくて米100俵もらってもそれを食べるんじゃなくて学校作ろうって、ね、昔これ小泉純一郎総理が言って話題になりましたけど、ね、口だけでしたね。できてない。お金よりも大事なことがあります。それをもう一回ね、みんなで共通認識にして、そういう理念で政党を作り、そういう政党に人が集まって政治の仕組みを変えていかないといけないですよ。今みたいに経済最優先じゃダメです。経済大事ですよ、でも最優先ではありません。だってお金があっても人は死ぬからです。そうだ、ね、決して子供たちは貧困とかで自殺してるわけじゃないわけですよ、全部が全部、ね、自殺の原因が貧困だったらまずお金ってなるけど、違うんです、心なんです。
そこがどんどん病んでますよね。この問題をね、政治がなかなかね、人の心までって言うけども、でも確かにね、こう考えろとかこう思えっていう思想の強制は絶対ダメです。そんなことをするつもりはありません。しかしね、心大事だよね。さっき黒川さん言ったみたいに、まずその基盤って家族じゃないですか、家庭じゃないですか、地域じゃないですか。そういった中で人の心と心のつながりや交流がなければ、どんなにお金が与えられて、どんだけ IT の技術が進んだって孤独なんですよ、人は。そこを大切にする政治がないといけないと思います。ただお金を配れとか、ね、補助を出せとか、なんとかを無料化にしろとか、そんなことでは解決しないんですよ。違う、皆さんと一緒にどういう社会を作りたいかっていう話し合いが必要です、ね、今の政治見てて僕には見えるのは、お金あげますから応援してください、そういう政治に見えます。バカにされてませんか、有権者の皆さんは、ね、私たちやりますんで票だけ入れてください、そう言ってる政治に見えます。でもね、無料化します、補助金出しますって言うんだけど、それは政治家が出してるんじゃない、皆さんから集めた税金を配ってるだけです。ね、それじゃあ結局もうタコが足食ってるようなもんですよ。いつか行き詰まります。ね、それをずっと続けててばらまき合戦みたいなことしてる。違う、まず日本をどうするかっていうことをみんなと話し合うんです。特に子供たちと。このまま放っとくと日本がどうなるか、奈良県がどうなるかっていうことを考えさせるんです、子供たちに。もう分かりますから、ちょっと調べれば。小学生にはちょっと難しいかもしれないけど、僕はもう中学生とかに教えてるんですね、ネットを使って。今はもう銀になっちゃったからあんまりできてないけど、銀になるまでやってました、小中高生に教えるんです。分かりますから、中学生ぐらいで、これから日本がどうなるかなんて。その結果は決していいもんじゃないんですよ、この今の想定でいくとね。そしたらもう2択しかないんです。まあ3択かな。一つはね、もう諦めて、もう座して死を待つということですね。諦めるっていうことです。でもしょうがないなと思って自利品で生きていくっていうことです。二つ目、海外に逃げるっていうことです、ね、あ、もう日本ダメだったら他の国行きゃいいじゃんと。そういう人いっぱいいますよね、大人でもね。三つ目、その困難に自分が立ち向かうっていうことですよ。皆さんは自分の奥さんや孫さんにどの道を選んでほしいですか。立ち向かってほしい。日本諦めてほしくないですよね。日本から出て行ってほしくないですよね。奈良県から逃げてほしくないですよね。自分たちが生まれ育った先祖のお墓のある地域で子供や孫に頑張ってほしくないですか。皆さん頑張ってほしい。それをどうするかを考えるかが、考えるのが政治なんですよ。よく政治なんて関係ないっていう人がまだまだいっぱいいます、日本で。私政治はちょっととか、もう経営者とかで多い、政治はちょっととか。ダメですね。政治っていうのはみんなの未来を作る仕事です。関係ないことなんかありません。無関心ではいられても、絶対無関係ではいられません。みんな政治の中で生きてるんですね。政治なんかちょっと私は関係ないんです、かかりたくありませんっていう人は、私は奴隷なんで好き勝手税金取ってくださいと、ね、決めてくれたことに従いますって言ってるのと一緒です。それがわからない日本人がいっぱいいますよ。でもなんでそんな風になっちゃったか、それはちゃんと教育してこなかったからです。日本人だけが悪いんじゃありません。多くの原因は戦争に負けたことにあります。だから大東亜戦争と今がつながってるって言ってるんです。そこに遡って、もう一回今の社会がなんでこうなってしまったのか、そこなんですよ。でそこにまずみんなが気づくことです、謙虚に。大人が、そして子供たちがこの延長線上に生きなくていいように、違う未来が子供たちが描けるように、今立ち止まって考えるんですよ。このままじゃいけないって。このまま放っといて今のまま政治やってても、結局もう座して死を待つのと一緒です、僕からしたら。それが嫌だから僕たちは参政党を作ったんです。黒川さんも
現場で子どもたち助けてても、どん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 と問題抱えた子は増えてるわけですよ。だからもう対症療法じゃどうしようもないから、その根幹に行くためにわざわざいっぱい仕事があるのにこうやって立ってくれてるんですよ。黒川さんの経験値があれば十分国会でも訴えができる人物だと僕は思っています。これお世辞ではありません、ね、誰でも彼でもこんなこと言わないから。今回は県議会に出馬表明されてますね。皆さんの力で絶対県議会議員に押し上げてあげてください。そしたら黒川さんはカオスを見ます。県議会でなんじゃこりゃとびっくりされると思います。まあ僕奈良県議会入ったことないから分かりませんけど、大体側分してるので分かりますね。それとこの地方議会もそんな大して変わりませんから怒ると思いますよ黒川さんね。で俺はこんなことのために政治家になったんじゃないって絶対思うと思いますよ。でもそれが日本の政治の現実だから、それはね4年ぐらいほんとしっかりで、ね、習慣されたぐらいの気持ちでね、しっかりと見てきてください。そしてそこで気づいたこと、感じたことをまたこうやって皆さんにぶつけて、ぜひ国政に上がってきてほしい。こういう黒川さんみたいなね、本当に底辺って言うと失礼だけどね、厳しい状況で苦労している、苦しんでいる若者たちの実態をよくよく知ってる人が国会に上がってくるべきなんですね。そんなね、いい大学行って、ね、アメリカ留学して、ね、でちょこっとね、親のコネかなんかで企業入って、で親が辞めたタイミングで、ね、世襲しましたみたいな、そんな人にはわからないことを黒川さんが100倍知ってるから。日本の底辺は本当にもう今崩れてきています。それをね、皆さん感じてるはずですよ。で、自分たちはね、なんとかそこには行きたくないなって思いながら生きてる人、不安にね。でもひょっとしたらね、ご主人が病気になったら、私がもしね事故とかでなったら家族どうなるんだろうと不安いっぱいあると思います。だからなんとか自分は、なんとか自分はと思ってやってるんだけど、けれども国全体が沈んでいるからみんなも当然しんどくなるわけですね。でもう一回ね、逃げれない沼に入ってしまったらなかなか這い上がれないんですよ、ね、病気なんかなって、ね、まあ、3人1人になるけど、がんなんかなったら大変ですよ。やれ抗がん剤だ、放射線治療だ、手術だっつってですね、すごいお金がかかる、ね、まだ今は医療への保護があるけれど もうそれだって将来どうなるか分かりませんよ。そうなったら転げ落ちていくんです。その時にね、自分のことだけやってたら周りは助けてくれませんよ。普段から自分のことしかやってなかったら、困ってる人がいたらみんなで助けるんです。だからね、ネットワークは必要なんですよ。そういう助け合いの自己責任だけじゃダメなんですよ。公的な補助だけじゃダメなんですよ。地域での、ね、家族での助け合いとかが絶対大事なんです。けどそれがどん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 分断されていってるじゃないですか。そこに問題があると賛成党は考えてるんです。で、それの行き着くところが私政治には関係ありませんですよ。政治ってみんなの助け合いなんです、ね、私のことやってますからじゃダメだって言ってるんです、ね、もちろん自分の生活がいっぱいいっぱいの方はしょうがないですよ。それはしょうがない。その人たちまで参加してくれっていうのは私たちもなかなか言えない。まず自分のこと頑張ってくださいね。でも余裕がある人まだいらっしゃるじゃないですか。国民の半分ぐらいは、その人たちが考えるんですよ。社会のことを、困ってる人たちのことを、ね、そしてただのボランティアで終わらせずに、ちゃんとその先に社会を動かすっていうところにつながる活動に広げていくんです。それが政治だっつってるんですよ。でもね、もちろん一方的に攻めるわけにはいかない。今の政治はおかしいから、関わろうと思ったら変な政党が出てきたり、変なって言ったら失礼かな、昔は政党があったり、ね、あとなんか金持ちのこと言われたり、ね、そういろんなことを強要される。困ってるから、いや
みんなのために働きたいと思って純粋にボランティアでやってるのに、なんでそこで金持ってこいとかって話になるんですか。なんで世の中良くしたいと思って立候補したいと思ってるのに、立候補するのにお金持ってこいとかって話になるんですか。結局金かよってなるじゃないですか。その仕組みがおかしいんですよ。だから世の中良くしたいと純粋に思ってる人たちが政治に近づけないような環境を作ってきたんじゃないのかって僕たちは問題提起してるんです。参政党はそれを変えたいんですよ。だから政党にしてるんです。だから僕は国会では一人ぼっちだけど、でも他の党と組まずに自分たちで組織を拡大しようとしてるんですよ。歯がいいですよ、質問もできなくて発言権もなくて歯がゆいですけど、けど新しい仕組みを作るときはやっぱり自分たちの理想を曲げちゃいけないから、妥協しないでまず自分たちでね、しっかりと作り上げるっていうことですよ。そのために今回も250人の方々に全国で立っていただいて一緒に戦ってるんです、ね、なかなか候補者一人一人はそういう思いが言えないから、僕はこういう機会に皆さんに、なんで私たちが参政党を作り、なんで黒川さんたちが今まで、ね、政治にはちょっとと思われてたことを乗り越えて参政党に入ってここに立ってくれてるかっていうことですよ、ね、そこのところを今日ぜひ皆さんに知ってもらいたいと思って私は話をしました。参政党はもう一回言います、教育に力を入れます。それは日本人の心とか考え方とかをもう一回取り戻したいからですよ。それを政治には期待しないでくださいって言ってるんです、政治、今の政治家にはね。だから、まあ、僕に期待したのでも困るわけですよ、僕なんて非力だから。違うんです、ね、期待するんじゃなくてもう他人事じゃないから人任せにせずに皆さんがやってくださいって言ってるんです。その時に参政党というプラットフォームをどうぞ使ってくださいです、ね、使ってみて使い勝手が悪かったら他の政党を使ってもらってもいいですよ。でもそういった形で国民が使える仕組みっていうのを考えて設計されてる政党はないはずです。あったら僕はそこに入ってますから、ね、ないからゼロから作ったんですよ。そしてお金がなくても別に学歴がなくても、ね、ちゃんと思いがあって皆さんの前でこうやって黒川さんのように訴えてやりたいことがあるんだという人がいれば参政党が応援しますよってみんなで、ね、そういう仕組みを作ったわけです。我々は何かの宗教に入ってないといけないとか、ね、あのそんな仕組みは一切ありません。本当に我々のビジョン、理念、こういったものに共感してもらって、ね、私利私欲じゃなくて本当に社会のために何かしたいんだという人を求めています。今回は奈良県では5人の方が立候補を表明していただいてるんですよね。先ほどマイクを持ってくれていた、天理市の岩佐さん、いらっしゃいますか。はい、いらっしゃいますね。それから藤原さん、県議じゃなくて山の高田氏になったんですね。そうなんです、はい、申し訳ございません。いえいえ全然いいですよ。山の高田氏で立候補される藤原さん、立候補予定されている藤原さんですね。よろしくお願いします。はい、今日は、ね、黒川さんがまず一番最初の、県議の方に出馬表明されているので黒川さんの応援に入ったんですけども、後半は、岩瀬さんや藤原さんたちが頑張っていただかないといけないと。またね、機会があれば奈良県に来たいというふうに思います。お願いします。はい、さて皆さん、今月の3月の23日からですね、お隣の大阪で先陣を切って、我々の党の公認で吉野俊明氏が大阪の知事選挙にも挑戦してますね。吉野さんは歯医者さんですけど、でも教育のこととかすごく一生懸命考えてくださっています。そして今回も維新の吉村知事、圧倒的な人気で、ね、もう勝利間違いなしって言われてるんだけれども、でも今日僕が伝えたような思い、吉野さんも一緒ですから、だから誰かが言わないといけないと。そしてね、この知事選挙を大阪でやることによって関西一円に参政党の考えを広めたいんだと。そしてそのことによって黒川さんや岩瀬さんや藤原さんたちを応援したいんだという思いが吉野俊明にはあります、ね、今日も、ね、血を休んで
大阪で5カ所、僕も5カ所ですよ。もうよく働く2人とも。吉野さんも大阪で5カ所、私は今日奈良県と三重県で5カ所、訴えを続けていきます。ので、まあ、YouTube はあの方々も追っかけていただくんで、もし、もう少し聞きたいなという方、吉野さんの話聞きたいなという方は、YouTube 見ていただければ、必ずどっかにアップしてくださってると思いますので、ぜひ見ていただいて、賛同できるなと思っていただいた方は、ぜひ、吉野俊明も、ね、皆さんの方でサポートしてあげてください。隣ですし、奈良がたくさん大阪通われてますから、ね、奈良の方のバックアップを吉野俊明にお願いしたい。そして、その吉野さんの頑張りが、必ず、後で奈良に帰ってきますから。ですよね。奈良のことだけじゃないんです。参政党はチームなんで、思いでつながるチームなんで、それをみんなで確実につなげていきたいと思います。今日は朝から長時間立ち止まって聞いていただいて、本当にありがとうございました。この、ね、奈良の皆さん、西西大寺の皆さんの思いをしっかりと肌に乗せて、次は大和郡山ですね。はい、に応援に行ってまいります。どうもありがとうございました。